どうもこんにちは、ゆめみねむです、ということでね、加藤千佳でございます。ドン。いや、僕ね、買いましたよ、今年も。ほぼ日手帳ウィークス。僕ですね、2012年ぐらいからほぼ日手帳ウィークスを使ってまして、去年もね、ほぼ日手帳の動画を出したんですけれども、まあ、それは説明欄の方にリンクは貼っておきますけど、2014年ね、使っていたほぼ日手帳ウィークスは、こちら。僕は前に出したほぼ日手帳の動画でも言ったんですけど、中身よりもどちらかといえば、見た目だとかデザインだとかにね、こだわりたいっていう風なことを思ってまして。っていうのも、やっぱりその見た目が良くないと、開きたくなくなるんですよね。そしてですよ、今年買った、来年の、ほぼ日手帳ウィークス。それは何かっていうとね、こちらです。ほぼ日手帳ウィークス。ボールのような言葉。この手帳がですね、2012年に発売された糸井重里さんの、著書のね、ボールのような言葉の、表紙と裏表紙に書かれてあった絵をね、そのままこのほぼ日手帳ウィークスのデザインにしたという、手帳でございます。いやー、しかしね、この絵ですよ。なんかいろんなことをこの想像しちゃう絵ですよね。ということでね、今日はね、この3人がどんな会話をしているのかということをね、想像してみました。ご覧ください。私昨日、彼氏できたんだ。マジで？誰？僕でーす。Smile again, ありがとう。Smile again, 泣きながら生まれてきた僕嵐。かえよ。一組の春菜ちゃんが、安尾くんのことかっこいいって言ってたよ。え、マジで？ちなみに僕も、安尾くんのことかっこいいって思ってるよ。あ、ちなみにこの人、春菜ちゃんのお兄ちゃん。私たちは、湘南美容外科クリニックのドクターです。好きな言葉はささやきです。好きな言葉はうなずきです。好きな言葉は僕でーす。多分こんな会話をしてます。そして来年からのパートナーとしてこのほぼ日手帳ウィークスを僕は使いこなしてい、くつもりですので、まだね、手帳買ってないとか選んでないっていう人はね、ぜひこのほぼ日手帳ウィークスの方も見てみてはいかがでしょうか。これ結構使いやすい手帳なんですよ、個人的には。まあ、ロフトなり、東急ハンズなり、どこでもいいですけど、見てみてはいかがでしょうか。ということで、加藤千佳でございました。なぜかね、喉が痛い。